だけで運気上昇2024年6月の花開開運法。はい、もう月末も月末、今日で5月おしまいでございます。明日から6月なんですが、その6月に花開開運法のできるタイミングをお知らせするということでお願いします。花開とは何ぞやというのはどっか昔のを見ていただくと分かるかもしれません。はい、で、6月は花開のチャンスが4回ありました。で、4回とも全部方角は同じになります。すべて、東南45度、まあ、普通の上が北の地図で行き、北の地図で行けば、はい、右斜め下ぐらいが大体東南の方になります。はい、で、その45度のエリアに花屋さんがあって、あるいは花屋さんじゃなくてもスーパーの花売り場でもいいですけれども、お花を買ってきていただくという開運法でございます。はい、ですから4日間すべて方位は東南で、日付時間だけが違うわけで、一番早い方からいきますと明日、6月の1日でございます。1日土曜日で時間帯が夕方の17時半から18時半の1時間の間に店頭で購入して家まで持って帰っていただくということになります。はい、これがまず1日目で、2日目のチャンスがさらにその翌日2日日曜お連続でだから明日明後日花開チャンスなんですね。はい、2日日曜日の方が方角はもちろん東南です。時間帯が今度は真っ昼間になりまして、11時半から12時半の1時間でございます。はい、はい、で、あと2回チャンスあるわけですが、3つ目のチャンスが12日の水曜日、方角は東南だし時間も真っ昼間、11時半、12時半、はい、で、ラストのチャンスが21日の金曜日、はい、やっぱり東南で、昼11時半12時半同じです。はい、この4回チャンスがありますので、ぜひぜひ有効に使ってみてください。はい、とりあえず明日明後日チャンスでございますので、ぜひとも皆さん行ってみてください。2日連続珍しいですね。そうですね、土日ってのがいいですね。いいですね、土曜の夕方か、日曜の真っ昼間です。はい、はい、どちらかは空いてる方多いと思いますので、はい、ぜひとも行ってみてください。今日もありがとうございました。ありがとうございました。それではまた明日もご覧ください。また明日。